はい、皆さんこんにちは、ポラリスです。オトハです。今回はこの未来的雰囲気いっぱいの CPU ウォーターブロックを開封してテスト起動までしてみたいと思います。注文してから2週間やっと届いた段ボールがこちら。振ってみるとネジのいい音がします。この時ポラリスは想像もしていませんでした。今から降りかかってくるモヤモヤも、これから起こす大失敗も。今回はアリエクスプレスのバローさんの公式サイトから買ったんですが、商品の箱より外装の段ボール箱の方がもともと薄いですね。まあこの辺は価値観の違いなんでしょう。海外通販でこういうのを気にしたらダメです。想像はしていましたが、緩衝材は一切入っていません。段ボール箱にダイレクトインです。海外通販でこういうのを気にしたらダメなのです。はい、取り出してみるとやっぱり傷だらけですね。海外通販でこういうのを、一応封印はしてあるみたいです。開けてみると、まずはゴミ。なんか書いてあるよ、合格。あー、なるほどね、検査の合格証みたいです。こういうのってだいたいシールになってますよね。どうしてこんな仕様にしたんでしょうか。まあ考えても仕方ないので、こういうものだったということにしておきましょう。それで、中に入っているのは本体にケーブル。このケーブルは HDMI とマイクロ USB ですね。あとはスプリングとネジの入った袋、それと CPU グリスと六角レンチ。以上、これだけです。マニュアルは入ってません。まあ最近はマニュアルはメーカーのページからダウンロードするものも増えてますからね。そうなんだ。その場合はこの辺とかこの辺とかにダウンロードアドレスの QR コードが、 QR コードがあったんですが、メーカーのウェブに行くだけでその先にマニュアルはありませんでした。あらあら、まあ大丈夫でしょう。はい、それじゃあ本体を見ていきましょう。まず気になるのがこのケーブル。多分 LED 用のケーブルなんでしょうけど、このコネクタあってファンのコネクタなんですよね。 CPU の冷却ブロックだから CPU ファンのコネクタにさせるようにしてあるんですかね。でもそれだったら光の制御が何もできなくて、ただ決められたパターンで光るだけになっちゃいますよね。とりあえずこのケーブルは置いといて、ディスプレイ部分を見てみますか。そうだね。とりあえず今遊んでいるマザボーに繋いでみます。せっかくなので付属のケーブルを見てみましょう。見ての通り極薄のフラットケーブルです。なので取り回しにはちょっと不便な気がします。折り曲げて折り目をつけたりできるのかもしれないですが、それは断線しそうでちょっと怖いですよね。ちなみにケーブルの長さは約50センチ。本体側の端子は映像入力用として、標準の HDMI に給電用がマイクロ USB です。さあ準備ができましたよ。今回は USB ケーブルは付属のものを使って、電源は USB アダプターからの給電。 HDMI はちょっと長すぎて邪魔なので、今回は別のものを使っています。まずは USB からの電源供給をしてみます。この時点でロゴが表示されたりすることはなくて、画面は真っ黒のままですね。一応横から見ると青い光が点滅しているんですが、これは正面からは確認できないので、マザーボードにつけたらこれ単体の電源オンオフの確認はできないですね。はい、それじゃあパソコン側の電源を入れてみましょう。いきますよ。電源オン。あれ？あれれ？これって逆さまじゃない？バローのロゴの向きも、この水路のインアウトの向きを見ても、画面の表示と逆ですよね。例えばこういうパソコンに使われている液晶とかは、もともと縦長で設計されているものを横向きにつけたりして、こうなることもあるのかもしれないけど、これは正方形ですからね。上下逆さまにつける意味が分かりません。基板の取り回しの関係なんでしょうか、それとも組み立ての時に逆に取り付けられてしまったんでしょうか。ここが曖昧なままだとちょっとモヤモヤした感じになってしまうので、後でメーカーに質問をすることにしましょう。これはこれで置いといて、次はこのケーブルの謎を解き明かしておく必要があります。まずこのケーブルの観察をしてみましょう。あ、何か書いてあるよ。 Connect to the motherboard interface of 12V fan。 なるほど、やっぱり CPU ファンのコネクタに挿すってことなのかな。こういう
のって間違ってたら刺さらないようになってるんじゃない？とりあえず刺してみようよ。やってみますか。そうそう、やってみよう。いきます。光らない。なんでだろう。裏に5ボルトライティングインターフェースって書いてあるよ。5ボルトだとダメなの？さっき刺したファンの端子には12ボルトが来てるから、5ボルトの LED を刺したら壊れる。あらら、こういうのって間違ってたら刺さらない。間違ってたら刺さらない。とりあえず刺してみようよ。まあ、過ぎたことはとやかく言っても仕方ないので、これからどうするかを考えていきましょう。このコネクタをファンの端子に挿したらダメってことは、一体これはどこに挿せばよかったんでしょう。マザーボードの LED 用コネクタには形状が違うので物理的に挿さりません。で、いろいろ探してたどり着いたのがこちら、オリオスペックさんのページです。このファンコネクタの形をしたアドレッサブル RGB を変換するケーブルがあったんですね。というわけで即注文しました。そしてその後でマニュアルとその他一式が封印されているファイルのダウンロードリンクがあることを発見しました。これってアリエクスプレスの販売ページにあるだけで、メーカーのウェブにはないんですよ。って感じですよね。とりあえずこの問題はケーブルの到着を待つしかありません。さあ、この間にさっきの上下逆問題の確認です。アリエクスプレスのメッセージでメーカーのバローさんに問い合わせてみました。こんにちは。これは正しい方向ですか？上下逆じゃないんですか？こんにちは。親愛なるお客様。お客様は私たちが提供している以下のファイルにある手順でセットアップなさいましたか？これはセットアップ前のデフォルトの方向です。これだと OS が起動するまでは逆さまに表示されるんじゃないんですか？もしかしてこの製品には画面の向きを記憶する機能があるんですか？こんにちは、私のお友達。システムの設定でディスプレイの表示方向を設定できるんだよ。君が一回設定したら次からはその方向になるから安心して大丈夫だよ。いやいや、 Windows で設定すれば向きを変えられることは知ってるから。聞きたいのはそういうことじゃないんだよ。こうなったらもっとストレートに。この製品は OS が起動するまで上下逆さまに表示される製品なんですね。そうですよ。最初の起動で上下逆さまになるのは正常です。でもご安心ください。一度設定をしたらもうずっとその方向で表示されます。わかりました。ありがとうございました。どういたしまして。ニコ。ということで、 Windows が立ち上がってディスプレイドライバーが有効になるまで逆さまに表示されるのはこの製品の本来の姿だそうです。あらあら、なんかモヤモヤしますよね。まあ、これをメインディスプレイとして設定でもしない限りはブート画面が表示されることはないんですけどね。ただ、この製品の使い方の一つに、サーバーにディスプレイをつけずに、これだけを使って簡単なメンテだけならやってしまおうというのも考えられるんですが、その場合、ブート画面は逆さまに表示されます。一応、ログイン画面は逆さまの呪いからは解放されているので、その点は安心。ただし、標準だと文字やマウスカーソルがほんと米粒が大きく見えるくらいに小さいので、かなりの拡大表示が必要です。ほんと小さいね。Windows で拡大できる最大の 175% まで拡大してこのくらい。解像度は 1400×1400 なので、フル HD1920×1080 と比較するとこんな感じで、さらにこの解像度が約 2.9 インチの中に収まっていると考えれば、当然といえば当然ですよね。画面は綺麗だよね。画面はグレアパネルなんですが、そこまで反射が気になるというほどではありません。ただ視野角は狭めで、センターを外れると若干暗めに見えるのが気になるところです。
あまりにもこの画面が小さい割に 1400×1400 と解像度が高いので、ちょっと意地悪なテストをしてみました。一度投機のパターンを表示してちゃんと表示できるかどうか。よくある安い液晶プロジェクターとかはフル HD とか言ってもそれは入力に対応してるだけで液晶は超低解像度。そういう可能性も否定できなくはないのでそのテストです。いざ勝負。ちゃんと表示されてるみたいだね。結果はなんとこの液晶本物でした。バローさん疑ってどうもすみません。だからといって決してこの上下逆さまのモヤモヤは消えませんよ。はい、そう言っているうちに届きましたアドレッサブル RGB をファンコネクターに変換するケーブルですのはずなんですが、物々しい状態で届きました。郵便局さん、商品名がコネクターにこの軽さでこの扱いはないでしょう。中に入ってるのは当然コネクター付きの変換ケーブルだけです。さすがにこれはないよね。さあ、この表示に騙されて 12V を放り込んでしまったわけですが、果たして本当に壊れてるんでしょうか。よく見てなかっただけじゃない。それじゃあ繋いでみます。どうか壊れていませんように。はい、やっぱりダメですね。ただここで諦めたらただの破壊神になってしまうので、ちょっと分解してみましょう。治るのかな。実は今のメイン PC を作るときに少し RGB LED の仕組みを調べたことがあったんで、中身の想像はついてるんですよね。もしこの辺を知りたいと思った方は右上にあるリンクか概要欄に貼ってあるリンクから動画を見てみてください。まず裏のネジ4箇所を全て外すとフロントパネルが取れました。メイン基板と液晶はフレキケーブルでつながっていますね。フレキケーブルはコスト削減のために短めのものも多い中、これはかなり余裕があるので作業は楽です。次にメイン基板を固定している4箇所のネジを外します。メイン基板は絶縁のためにスペーサーがかましてありました。その下にはもう1枚プレートがあります。 LED にアクセスするにはこのプレートも外さないといけないようです。そしてこのプレートを外すと衝撃の事実が。おそらくこれはサスだと思うんですが、質が悪いサスなんでしょう。なんとわずかですが錆びているように見えます。なんかこのクーラーを使うのが怖くなってきました。気分を取り直して作業を進めましょう。ようやく LED にアクセスできたんですが、なんと LED は両面テープで貼り付けてあるだけでした。その両面テープを丁寧に剥がして、ようやく LED が乗っかってるフラットケーブルを取り出すことができました。ここまで来ればあとはこの LED を交換するだけで、この LED なんですが、なんと偶然サブチャンネルの企画用に買っておいたものがあったんです。こんなところで役に立つとは思ってもいませんでした。交換作業を進めましょう。LED が乗ってるのは平らな基板ではなく、曲げることができるフラットケーブルの上なので、交換作業の難易度もそこまで高くはありません。一つ一つ丁寧に作業を進めます。そしてようやく LED の交換が終わりました。本当なら全部組んだ後で感動の点火式と行きたいところなんですが、チキンなのでここでこっそりテストをしておきます。大丈夫そうですね。あとは分解した時と逆の手順で組み立てるだけ。ようやく組み上がりましたよ。さあ、 5V の LED なのに 12V のファンコネクターにつないでしまって壊れたウォーターブロック、果たしてちゃんと直っているのでしょうか。それではいきます。どうか直っていますように。はい、光った。という形で無事に LED の破壊を修復することができました。実際にここから製品ページにあるようなステータスを表示しようとすると、 AIDA64 というアプリをインストールして、各画像や情報ごとに座標を設定するというかなり面倒そうな設定をしていかないといけないんですが、それは今度作るメイン PC の設定の時に紹介したいと思います。これをいちいち設定していくのは大変そうだね。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。このチャンネルは自作 PC の話題やガジェット系のレビューを中心にお送りしていきますので、興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で。